ステロイド外用薬は、ステロイド系抗炎症薬の軟抗剤であり、皮膚外用治療で一般的に使われる医薬品である。薬効成分として、糖質コルチコイドあるいはその誘導体が使用されている。アメリカでは7段階、日本では5段階の強さに分けられる。白血球の誘送を阻止したり、ヒスタミン基忍などの炎症性ペプチド抑制や、繊維目細胞増殖抑制など、 数多くの作用によって、皮膚の炎症を抑える効果がある。材形には、軟膏、クリーム、ローション、テープ、ゾルなどの材形があり、アトピー性皮膚炎などの乾燥性疾患では、基本的に軟膏を選択する。フィンガーチップユニットが、成人の手のひら2枚分、体表面積の2%に相当することから、日本でもこれを指標に用いる。5g チューブ1本で手のサイズ20枚分となる。 ステロイド外用薬の一例ストロンゲストに属するジフラール外用剤の強さにはランクがあり5群に分けられ症状の度合い炎症の発生部位によって使い分けられる米国のガイドラインでは強い順に1群から7群までの7段階にヨーロッパのガイドラインでは4段階になっており世界の臨床試験を参考にする場合分類の違いに注意以下は アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018年版の分類。括弧内は商品名ストロングストベリーストロングストロングミディアムウィーク。この群に包括されるのは急性失神、慢性失神、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、死老性皮膚炎、貨幣上失神、自家観察性皮膚炎、皮脂欠乏性失神、進行性死傷核皮症。 女子顔面黒皮症、ビダール体染、放射線皮膚炎、日光皮膚炎である。アトピー性皮膚炎については、副作用も参照。重症では、症状に応じて感解させた後、タクロリムスの使用へ移行する。脂老性皮膚炎については、イミダゾール系抗心菌薬の概要も用いられる。放射線皮膚炎については、特に急性放射線皮膚炎について、 ステロイド外用の有用性について議論がなされている。一般には熱症に準じた治療が行われる。また、慢性放射線皮膚炎については適用とはならず、有極細胞癌の発症を厳重に監視する必要がある。全身性接触性皮膚炎や重症の自家観察性皮膚炎など、外用剤で炎症を抑制できない場合は内服のステロイド剤が使用されるが、その使用は短期間に止められる。 用心群、虫刺され人マシンでは、一般に、ステロイド外用薬は推奨されず、第二世代抗ヒースタミン薬が使われる。この群に包括される疾患は、急性用心、アキ性単純性用心、慢性用心がある。難治性の固定人マシンには注射用ステロイド剤も用いられる。死傷分への対処、抗ヒースタミン外用薬や、ヒドロコルチゾンクリームなどのステロイド外用薬の塗布。 後半症ストロングクラス以上において適応となる疾患群である。この群に包括される疾患は多形神出性後半、ダリエ遠心性感情後半、遠心性急心状後半である。キッソー酸ベタメタゾン難航には結節性後半の適応症もあるが、通常はステロイド外用剤の適応とはならない。結節性後半では一般に安静と ヒステロイド系抗炎症剤や感染源の除去であり、重症例に対してのみ、ステロイド剤の内服が行われる。薬診、中毒診固定薬診、失疹型薬診、耐戦型薬診などの軽症例に使用されるが、大抵は、ステロイド剤の内服が行われる。治療の第一は、原因薬剤の同定と中止である。粘膜を犯す症例では、高校用難膏の使用も行われる。 抗皮症ストロングクラス以上で適用となる疾患群である。失神族発性抗皮症、各種疾患族発性抗皮症、対戦上族発性抗皮症、抗皮症型薬診、主要族発性抗皮症が対象となる。感染性抗皮症については、ステロイドの外用を行わず活性型ビタミン d 酸軟膏やレチノイド、あるいはシクロスポリンの投与が主体となる。 炎症性核化症マイルドクラス以上で適応となる疾患群である。感染、扁平体腺、光沢体腺、毛穴性硬色シーナヌカシン、ジベルバライロシーナヌカシンが対象であり、保険適応外ではあるが類感染、洗浄体腺も適応疾患である。感染についてはかつて密封法が行われていたが、現在ではより強いクラスのステロイドが愛用剤を、 単純と察する方法が行われる。ただし長期連用によって、脳法性感染や感染性抗皮症といった重症型感染を誘発するという報告があるため注意が必要である。ただし脳法性感染の概要療法の一つとして、ステロイド概要が行われるケースもある。類感染については、局面上類感染や対線上類感染、池類感染が アクセリンパッシュの一つである、近状域肉症の専具段階であることから、概要を行いつつ、皮膚科専門医による厳重な観察が必要となる。毛穴性硬色シーナヌカシンジベルバライロシーナヌカシンについては、自然治癒傾向が強いため、あまり積極的には使われない。したがって、積極的に使用されるのは扁平体腺が主となる。抗原病とその類症対象となるのは、 エリテマトーデスのうち皮膚に原局する慢性炎盤状エリテマトーデスである。また、保険適用外ではあるが、急性皮膚エリテマトーデスや、闘争状狼層、原局性強皮症も、適用となる。全身性エリテマトーデスの皮膚症状や皮膚禁炎のヘリオトロープシンは、ステロイド内服の対象である。水泡症、脳泡症ストロングクラス以上で適用となる。疾患群であるが、 脳包症のうち手のひら足裏脳包症については、すべてのクラスで適応となる。対象となる疾患は、甘根包装、類転暴ューリング方身上皮膚炎、手のひら足裏脳包症家族性良性慢性転暴装であり、適応外ではあるが、妊娠性包神、軽流性子胆皮膚炎、抗酸球性脳包性毛脳炎、方身上のお過信にも使用される。甘根包装群は、 重症の自己免疫疾患であるため治療の主体は、ステロイド内服であり、軽症例には、ミノサイクリンとニコチン酸アミドの併用療法が行われる。類転暴走においても同様であり、ステロイド概要が行われるのは、軽症の後半性転暴走や、妊娠性方針などに限定される。重リング方針上皮膚炎では、DDS の内服が直蓄を示すため、現在では、 ステロイド外用剤の出番は少ない。方針上のお過信では、重症例で死亡する危険性もあるため、死体はステロイド内服となる。死犯病、白斑症ベリーストロングクラス以上で適用となる疾患群である。通常死犯病は、全身管理が必要なことが多く、ステロイド外用の適用になることはないが、例外として特発性色素性死犯が適用となる。 原因不明であるが、出血性素因がなく慢性出血性炎症を伴う特発性色素性死犯には、マヨキー血管拡張性感情死犯、シャンバーグ病、死犯性色素性対戦上皮膚炎、黄色体戦及び相養性死犯があるが、保険適用となるのは全産疾患である。ただし全ての疾患に有効性がある。色素異常症の内人常性白犯については、 反発型が自己免疫疾患であり、免疫抑制を目的に、ステロイド外用を行う、類症である炎症性変炎粒気性白斑や殺到炎心性、抗天性白斑にも適応外ではあるが有効性がある。主要性疾患ベリーストロングクラス以上で適応となる疾患である。対象となる疾患は、悪性リンパ腫の一つ皮膚ティ細胞リンパ腫である。 筋張域肉症とセザリー症候群である。筋張域肉症については、初期段階である、後半期や次段階の扁平浸潤期が適用となる。また、戦具症状である、類感染や無賃沈着性脱毛症にも使用されるが、一時的に進行を遅らせる程度であり、主要期や内臓浸潤期への進行をストップさせるわけではない。ーサンベタメタゾンローションには適用として、 進行性素性鼻炎があるが、これは現在では NK 細胞性リンパ腫に分類されており、当初から強力な多剤併用化学療法を行うため、ステロイド外用剤の適用にはならない。肉が主症、代謝異上ベリーストロングクラス以上で適用となる疾患群である。対象となる疾患は、皮膚サルコイドーシス、皮膚アミロイドーシス、肝臓肉が主である。皮膚サルコイドーシスについては、 あらゆる病変について適応となる。またサルコイドーシスに伴う結節性交換にも適応である。皮膚アミロイドーシスについては、相応の強いアミロイド対戦や、半常アミロイドーシスが適応となる。ベリーストロング以上の単純吐殺や、密封法が特に有効と言われている。感情肉芽種にも有効性が高いが、政権を実施しただけで治癒したり、無治療でも、 自然招待するケースも多いことから、経過観察のみ行われるケースもある。円形脱毛症ストロングクラス以上で適用となる疾患である。通常型ではカルプロニウム液が使用されることが多いが、いわゆる悪性型と呼ばれる反発型や前頭型では、ローションタイプが主に使用される、軟治性円形脱毛症になると、ステロイド剤の局所注射やプーバ両方、 局所免疫療法、抗うつ薬が併用される。有効性が確認されているのは少数の状況であり、合理的な科学的証拠がある場合にのみ、ステロイド外用薬を使用することが合理的である。有害なリスクを避けるためにこのことは重要であり、よくわからない症状だとか、他の薬が効いていないという利用で処方したいという誘惑に対して強く抵抗すべきである。 ステロイドを処方すれば、次回の診断が困難となることも、ある一方、誘惑にかられた処方を控えて正しい適応症を判断できれば、必要に応じたステロイドの強さの選択も可能となる。効力の強いステロイド外用薬は、重症や足の裏といった皮膚が厚い場合に用いられ、長期的な使用や顔や首、子供などでは、弱いステロイドが安全であり、 効力に関わらず2から4週間以上は使用すべきではなく、病変の悪化あるいは変化なしでは中止する必要がある。強いステロイドでは2週間までとし、その後少しずつ前減して減らしていく。アトピー性皮膚炎では1日1回と1日2回の使用では差がないとするシステマティックレビューがある。2004年には英国国立医療技術評価機構ナイスは、 アトピー性皮膚炎に対し、1日2回以上塗布しても、追加の効果はないが、副作用の頻度が多くなるため、1日1回の使用を指導している。日本の2018年のアトピー性皮膚炎のガイドラインでは、悪化した時に2回、落ち着いてきたら1回としている。ステロイド皮膚症及び、ステロイド外用薬離脱も、参照左、ステロイド主査の症状、右、完治後。 心筋やウイルス性の感染症には近忌であり、添付文書の警告枠に記載されている。心筋感染症にステロイドを使うと、より赤く、痒くなり、広範囲に広がる。強いステロイド外用薬では、副腎機能の抑制が起こることがある。つまり、皮膚から十分な量で吸収されると、全身的な副作用を起こすことがあり、緑内障、高血糖、高血圧が生じることがある。 部分的に、皮膚の萎縮、毛細血管の拡張、ステロイド雑草、後ろ甲、多毛が生じることがあるが、多くの場合には、使用頻度を減らすことによって軽減する一時的な症状で、ある。長期間にわたり顔に使用することで、酒作用、皮膚炎となることがあり、急激に中止すると悪化することがある。吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では、 長期連用しないよう注意し、顔ではミディアム以下を使う。感慨を達成したら、中止時は少しずつ中止する。皮膚萎縮は最も一般的で、使用から3日から14日で明らかになるが、表皮は薄くなり、代謝が低下する。このために習慣を限度とするのは合理的である。長期に連用すると、細胞数は減少し、角質層は薄くなり、トフブリの色素が脱出することがある。 顔への長期的な使用では、ステロイド誘発性主作用皮膚炎になることがあり、使用を中止すると炎症がさらに反調するため使用を継続してしまう。ステロイド外用薬離脱は薬を中止することで起こることがあり、最も特徴的な罹患層は、長期的に頻繁にステロイド外用薬を顔や陰部に使用した場合で、およそほとんどが中等度から高い効力のステロイドを使っていた。 アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎では男女差はあまりない。ステロイド外用薬による接触性皮膚炎は0.2から6%の範囲で起こる。2004年に厚生労働省は無人解薬品として販売されたステロイド入りのクリームによってリバウンドを起こす可能性があると注意喚起した。その後も化粧品に混ぜる業者が現れ、実際にこれを使った被害者が 急に治るが、間を置くと逆にひどくなる、症状を訴えている。医師免許を所持している医師が、ステロイド不使用として処方したクリームにて、同様に効くがやめると再発するとして、苦情が寄せられたこともあった。ありがとうございます。